田村と話してみてもらえませんか？男の僕より女の子の気持ち伝わると思いますから。そうね、分かったわ。可愛い後輩の頼みだからね。ありがとうございます。でも、ん？美月ちゃんにはあんたが話すのよ。はい。で、その好きになった子っていうのはうちの部の子？まあ、あんたの場合交際範囲広いからね。すいません。あら、しおらしい。で、今度の子って美月ちゃんより可愛い？でもそうそういないわよ。美月ちゃん結構レベル高いもんね。はあ。もう白状したら？それとも新人君との仲疑ってるの？いえ、どちらかといえば、美月が新しい恋してくれたら、僕もやりやすいかなって、その。彼女はあなたとのことを忘れたがってるのよ。いいの？それで。何？僕今までと違ったんです。ずっとずっと自分が分からなくて、いろんな女の人と付き合ってきたけど、すぐ飽きたり他の女の子に目がいっちゃったり、約束すっぽかしたりするのも平気だったんです。すると大体はすぐギャーギャー騒いだり、毎日電話しろとか自分のことだけ見てろとか。でも美月は違った。いつでも笑顔で迎えてくれた。何をしても大丈夫って顔で、怒りもしない。最初はその態度に安心して好き勝手にしてたけど、でもだんだん美月と離れてるとすごく気になるようになってきて、落ち着かなくなって、そんな自分が分からなくなって、きっとどうかしちゃったんだって、お前クズ野怖郎くやなっな。て、美月に別れようって言っちゃったんです。こんなことって初めてだったんですよ、この年にもなって。なるほどね。本当に子供ですよね。あいつ美月のことを気に入ってるようだし、美月の方もまんざらじゃないみたいだから。分かった分かった。自分に正直になりな。後で後悔することになるよ。できますか、こんな僕でも。来るかね。わかりません。でも、なんだ、しょうこちゃんか。おはよう。私が来たらそんなに不満ですか？だってメイクの腕も振るわないでしょ？なんせヒロインいないんだから。ちゃんと来てますよ、ほら。おはようございます。私頑張ってみます。一度引き受けたんだから最後までやらなくちゃ。逃げてばかりじゃいつまで経っても子供のままだって、そう思って。二村君が嫌でなければカメラマン彼で行ってください。それで映画が良くなるなら。照明よーい、バッテリー OK か？照明よし。おい、手貸せよ。なんだよ。え、なんだよ一体。今日からカメラはお前が担当、僕は助手に回る。いいから座れよ。カメラ準備 OK です。それじゃそろそろ行くよ。よーい、スタート。たく世話の焼ける部員たちだね。本当ですよね。あんたのことよ。